いのおしゃべりワイドショー。私最近ね、今まで13年間、スポーツジムに通ってたんだけど、うちの近所に新しいジムができたんで、そっちに今移ったんだけど、前のジムでね、13年間通ってたわけ。まだ徳田根をね、結構忙しい時に通ってたんだけど、私は本名は平田っていう名前でね、その名前でジムに登録してるわけね。登録してるわけね。だから、そこで名前はって言ったら、そういうふうに言ってたわけ、はいはい。でね、毎週ヨガをやってたのね。で自分がやる場所って大体決まってるじゃない、うん、で隣にいる人もまあ大体同じ場所で、はいはい、いつも毎週毎週いろんなね、この前温泉に行ってきてねとか、今日ここのスーパーでヤスリがあってねみたいな、そんなたわいもない話ずっとしてたの、うん、で3年か4年経った時にヨガが終わって、ねえ平田さん、テレビ見るって、私テレビ見るよ、フジテレビの朝ね、徳田ねっていう番組があるのよ、見たことある、って言われて、私、もうだっていつも分かってきた、すっぴんじゃない、でもうすごいもうジムの汚い格好してるわけよ、スポーツウェアの、で、見たことあるよ、あそこにね、時々ね、小柳さんっていう人が出てるんだけど、私前から思ってたんだけど、平田さんと小柳さんと本当に似てんのよ、で顔だけじゃなくてね、声も似てんの。でもこの声も出てたんで、よく聞くと話し方まで似てんのよって。それで今度さ見て、世界にね、気がつかないの、その人、そ世界にね3人そっくりな人がいる、絶対にその小柳さんはその一人だと思うかなって言われた時に、私ここで言わなきゃと。どうしたの、それね、私なの本人って言ったら、ものすごくとかすっごいびっくりされて、でたまたまこういう風に話してたのね、とここにいた人ももう最初から知ってたわけ、だから私最初から知ってたわよとかって言って、ほら名前はねちょっと違ってたから、みんなちょっと遠慮して言わない人もいれば、あテレビに出てる人ねって言われることはまあいろいろなのよね、対応が。でも彼女も全く信じて疑わなかったらしくて、3年か4年毎週会ってんのに、それじゃあもうテレビを見た時にもさ、いやーこの人すっごい似てるわと思って、もうじーっと見てたんだろうね。でもその後、あ私なのって言ってからは、あれ裏話ないの、これはどうなの、なんてね、よく聞く、みんな裏話聞きたがるもんね、でも一番ね、この2年間よく喋ったのは大谷翔平くん。わかるでしょ、だって私たち世代もう、おばさんたちはさ、大好きだよね、大好きでしょ、大好きだから YouTube で見ちゃって、あそうだって速報入ってくるの YouTube 早いんだもん、そうだよね、私はやっぱりテレビで、生、もうこの2年もちろん生でやってたら、そのテレビでね、見るけど、そうじゃないものとか、なんかね、YouTube ってさ、その放送以外のもの上がってくるじゃない、いろんな個人が撮ってるその別の角度の映像、あの試合の後のね、表情とか、他の人たちとやり取りやってるところとかね、だからね、面白い映像もあるので、結構見てる、可愛いんだよ ね、性格良さそうだし、みんな言うにはこんな息子がいたらいいわとかね、うちの婿だったらいいわとかね、そういうこと言う、やっぱり自分の恋人とかじゃないの、あじゃあもうやっぱりね、そこはそこまでいくらなんでもそこまでずうずうしくはないと思うんだけど、ただこの2年間ほらコロナで遊びにも行けない、なんか人とも会えない、その中で2年間すごく明るくさせてくれたのはやっぱり大谷さんだねっていう話をみんなやっぱり言ってる、なんかみんなそれってさ、何ってやっぱりね、活躍してくれてるからなのよ、なんて言っても、それはただただ可愛いとか、あの性格がいいとか、そんなんで成績なかったら誰も注目しませんよ、ものすごい成績を残してるから、あらこの子はどうしてこんなことできるんだろう、なんでこんなことできるのかしら、もっと頑張ってってなるじゃない、だからね、うまくいかない時、なかなかホームランが出ない時あったじゃない、あの時はな、もうみんな心配して心配して、もう眠れない、明日の試合どうなるのとかっていうかね、すごい私見れない、だからテレビかけていてもちょっと別の部屋で別の用事をして、なんかカーンとかみんなわーっとなったら、あどうだったのって言ってさ、そうなのよ、もうなんか自分が失敗するんじゃないかと思うぐらい、だからね、ずっとね、なんかこうホームラン打てない時、なんかヒットも出ない時がずっと続いて、あの時にもなんか
バッター席着くと、いやもうちょっと本当にどうしようどうしようどうしようだって、やっぱりみんな同じように思ってるのね、うん、だからね私ね、うん、打つ時よりもやっぱりピッチャーの方が、あ、そうよ、そりゃそうそうそう、打たれたらどうしようかと思って見れなくなっちゃうのよ、あっちの方がドキドキよ、うん、だってさドキドキのはピッチャーの時の方がすごい、うん、バッターの時はさ、うん、まあね一回打てば ね、 ね、そうそうだけど、そうあれはね、ピッチャーの時はさ、うん、もう打たれるんじゃないかしらと思って、うん、それでさ結構さいい成績残しても、うん、その後の人たちが、うんうん、何点数取られちゃったりすると、ね、負け投手になっちゃうじゃない、そうそうそう、だから結局は最後まで見ちゃうんだよね、勝ち投手にならないかったら困っちゃうと思って、せっかくここまでさ、うん、ノーヒットノーラン出してもみたいな、あのノーヒットノーランの時もね、そうそうそう、もう見れなかった、いや途中から、いや、あの9回ね、だって悪いけどさ、ね、あれ取れたよ球、あそう今頃言っちゃなんだけど、うんうん、あれもうちょっと頑張ってくれたらね、でもねそれをね、うん、大谷は言わないの、そう、もう大丈夫大丈夫だよ、あ、ね、あとね面白いのはヒット打って一塁とか二塁行くじゃない、うん、そうすると必ず相手の選手と会話をするじゃない、うん、あの表情がねなんか声かけられてんだよね、何喋ってんだろうなと思った、声かけられるのよ、うん、向こうからね、 そう、うん、それと大谷が二塁に行った時にも、うんうん、なんかね選手が4人ぐらい集まってきてるシーンがあるのよ、うん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 、それって誰が来るのよと思うけど、うんうん、やっぱり二塁の人と、うん、あと何ショートとかセンターとかが来るんだろうね、あれ、うんうん、4人も囲んじゃって大谷と、うん、だから大谷憧れなのよ、何なんだろうって思うぐらい大谷とみんな喋りたいんだな、うん、ね、だってオールスターの時みんなオールスターなわけじゃん、うん、みんな選ばれた人なのに、うん、大谷選手だけものすごいサイン攻めにあってたもん ね、うん、ねいいじゃない、今回ねジムでねすごい思ったのは、だから大谷翔平君のその野球の時いつも例えばオールスター戦だったらいよいよだねとかさやったねとかってほんと一言さメールが入ってるんだけど、あのパブリックビューイングって面白いだろうなと思って、 あ、 そう、ね、ああいうところでみんなで応援するのがね、うんうん、あとだからサッカーとかだったらさ、うん、スポーツバーでみんな見るじゃない、ああいうところで見るのも楽しいんだろうなと思って、うん、私はいつも家で見てるけど、うんうん、まあだからその好きな人だけが集まるとなると、うん、ちょっと好きとかいう人は、うん、あのハードル高いんだよね、うん、ああいうところ行くの、ね、うん、だってみんななんかこうあの専門的なことを言ってるじゃない、うんうん、勝手に自分であの好きな人を応援してるっていう方が、うん、自分のレベルでね、うんうんうん、よかったりするので、ね、まあスポーツジムで話すのがちょうどいいかも ね、うん、そう ね、 ね、 え ね、 えね、なんか YouTube 見たことある、あの人すっごく似てるんだけど一回見た方がいいわよとか言われるかもしれないわよ、私たち世代ね、YouTube ね、ダメなの。ダメなのよ。みんなね、ワイドショーとかテレビは見てるけど、あの、何人かやっぱり YouTube 登録してくれって、やってくれたりとか、なんか結局登録の仕方がわからないとか、なんかボタン押したら登録がなくなったとかって。登録がなくなる、うん、勘弁してくださいよ。そうなのよ。もう一回押してください。でね、あの、YouTube やってるんだけどって、この前も80代の、うん、あの、ジム友に言ったの、そしたら、ああダメダメダメ、そういうのも一切できないからダメ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 とかって言われて、だからね、最近はね、今何やってるのって聞かれるじゃない、だから今 YouTube やってるんですよって言ったら、あれ YouTube って私見方知らないんだけど、スマホ持ってますって言って、あ持ってる、じゃあちょっと見方教えますねって言って、ピッ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 って渡して、川田町姉妹におしゃべりワイドし、これなんですよ、あ本当だ、じゃあこれすぐ見られるように登録押しておきますねって言ったら、ピッなんて、ありがとうなんて言われてさ誘導してね、誘導してね、そうそうそう、一応許可もらって、ね、たくさんお友達作ってね、そしたらね、お願いしますそしたらね、これいいねっていうのも押せばいいのねなんかそういうのも分かってんのよ、そうなの、分かってるじゃん、分かってる、その登録は知らなかった、うーん、ピッと押して、皆さんチャンネル登録と高評価そしてコメントもよろしくお願いいたします。